い、エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、復興住宅というものがですね、南阿蘇の方にもできてきてまして、それの第2弾が完成しました。うちの親がですね、仮設住宅に入っているんですけど、復興住宅の方に引っ越しをするということで、真新しい復興住宅の方を見に行こうかと思ってます。エルカチャンネル。入ってみたいと思います。鍵が良かった。スライドだ。はあ、なんか、あ、木の匂いがする。いい匂いがする。こっちはトイレですね。で、収納か。で、中が、あ、外が見えていいですね。でっかい。と、ここが、16畳の LDK か。結構広いですね。あ、声が響く。と、キッチン。こっちも窓があって。と、部屋が2間ですね、ここは。何畳だったかな、 6.5 畳とか書いてあったような気もします。と、収納。こっちがもう一部屋、7畳だったかな。こっち畳と、よいしょ、ちょっと見えづらいけど、収納スペースがあって、子供ならかくれんぼができそうな。こっちが洗面所とお風呂。ああ、はいはい。なるほどですね。エルカチャンネル。結構いい感じでできてますね。で、復興住宅の部屋のサイズ的に、1LDK から最大 3LDK だったかな、まであるみたいです。で、ここは 2LDK でした。玄関は引き戸でしたね。鍵。とりあえずロックして。エルカチャンネル。
はい、帰ってきました。どうだったでしょうか。木の香りとかですね、もう本当新しいからプンプンしてましたね。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。